猫アレルギー。この世で最も忌むべき存在であろうその病は、あろうことか猫3匹と寝食を共にしている私の体を確実に蝕んでおり、猫 YouTuber としての活動の最大の障壁となっています。さらにあるまじきことに、その体質は愛すべき我が息子にも遺伝しており、むしろ息子の検査の数値は私のそれを超えるという、人類の進化速度は温暖化同様年々加速しているんだなという感想を抱かずにはいられない結果となってしまっている、というのがこれまでの動画でお伝えしている我が家の状況です。さて、我が家では当然猫アレルギーの症状が出ないよう様々な工夫を凝らして日々生活を送っているわけですが、人間も生き物であり、どうしても無防備な時間帯があります。そう、睡眠時間です。そして我が家の猫の一角を占めるこのワビちゃんは、寝室のドアを開けることができるというスタンド能力を持っています。そのおかげで寝室は猫アレルゲンまみれもいいとこ、安眠妨害に一役買っているというわけです。ということで、本日はただでさえ動画編集で削られている睡眠時間を奪還すべく、ワビちゃんのスタンド能力を封じ込める策を行っていきたいと思います。
ということで、見事猫さんたちの侵入を防ぐことに成功しました。これで今日からは息子ともども安心して眠ることができそうです。もし私と同様、飼ってから猫アレルギーということが判明してしまったという方は、ぜひ試してみてください。それでは本日は以上となります。また別の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。